インパクトドライバーを買ったので、開封とちょっと使ってみた動画です。アイリスオーヤマの JID80 という充電式のものです。アルミケースとセットで売っていました。アルミケースは専用ケースではないものが付いていました。インパクトドライバーは、打撃、機能がついた電動工具で、木ネギを締めるのに、絶大な威力を発揮します。付属品は、リチウムイオン電池、1個と、充電器、10本組ビットと、取扱説明書です。充電時間は説明書によると約60分となっています。インパクトドライバーの電池を充電しています。電池は本体にはめ込むだけで装着できます。スイッチは静電、逆転スイッチと引き金型の回転スイッチだけです。今まで使っていたマキタノと比べると、バッテリー部分以外のスイッチ類の配置や形状も似ています。これは付属していたビットです。
ドリルで穴を開けています。六角ボルト、要は、付属してません。これは、ホームセンターで買ったものです。付属のブナスネギビットはよく使われるコーススネットのブナスネギに合ってません。使えないことはないが、硬い材料だとネギの頭を舐める恐れがあります。こちらのホームセンターで買ったビットはぴったりフィットしています。